はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにエキセを試していこうと思います。最近他のプチプラブランドの動画を出していたらコメント欄に最近エキセが良くなったのでぜひ試してみてくださいというコメントをいただいたんですけど、それをいつも買ってるお店でチェックしてみたら、なんとリブランドしていたらしくて、前僕が日本に行った時 2,3 年くらい前になるんですけど、その時ともう比べ物にならないくらい全く変わってました。前はなんとなくピンクとかレースって感じで可愛らしい感じのイメージだったんですけど、まあ今もまだ全然可愛らしいなと思うんですけど、すごく大人っぽくなったなっていう感じがしますね。それと大人っぽくなったのとユニセックスって感じですかね。男性の方が持ってても、幼い子が持ってても、大人が持っててもみんな持ってておしゃれって感じがすごくいいなと思いました。これも昔の動画で言ったと思うんですけど、エチュセの僕の的にイメージはこうお肌に優しいっていうイメージが強いです。これのパッケにも書いてあるんですけど、こうナンカメノジェネックって書いてあって、ナンカメノジェネックっていうのはこう毛穴に詰まらない成分を使ってますって意味なんですね。だからニキビとか気になる方や毛穴が詰まりやすい方はこのナンカメノジェネックってここにもうもろにパッケに書いてあるんですけど、これを探していただければお肌に合うコスメを探しやすいかなと思います。で、フレグランスフリーっていつも僕が言ってるのが香料が入ってない、香水みたいな強い匂いが入ってないのと、そこに carefully selected ingredients、 慎重に成分を選びましたって書いてあるのがすごくいいなと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。で、始める前に一つ言いたいのが、これは現実面で話したいことで、これは僕は必ずこういうコスメはもう全然いただいてなくて自分のお金で買ってるんですけど、その目線で言葉なんですけど、これですね、4つここにいろんな、まだこれパッケに入っちゃってるんですけど、この3つは。これ全部違う商品なのに全く一緒に見えるのがちょっと残念だなと思います。例えばお仕事行く時とかにお直しポーチに入れた時にこれ4つ入ってたらどれがどれかってすぐわからないのがちょっとだけ残念かなっていうふうに思って。はい、まず下地から始めていこうと思います。こちらのエキュセフェイスデーションスキンベースフォードライスキン。めちゃくちゃ長いカタカナで今すごく滑舌をチャレンジされましたね。今なに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 って感じ。パケはすごくいいなと思います。こうマットタッチな感じで持ってて気持ちいいし、これはファーストインプレッションになっちゃうのでちょっと使い方をちゃんとね、指先に大きめのパール粒1個分を取って顔全体になじませます。まあそんなに使わないからちょっと少なめに、これくらい。プチプラブランドで顔にのせるのは安心っていうのはすっごく助かりますね。やっぱり顔に直接こうやって塗るものは、僕みたいにお肌が弱い方とかはすごく慎重になると思うんですけど、エキュセはなぜか安心感がある。で、すぐにわかるのがこれ見ての通りピンクなのでマックのストロボクリームに近い感じで、ちょっと白くなりましたね。明るくトーンアップしたのと、すごくみずみずしくなってます。みずみずしいという言葉以外何も思いつかないくらいこう潤って見える。あ、こっちと比べると全然違いが分かりますね。ツヤツヤで、錯覚かもしれないんですけど塗ってて気持ちいいです。こうクリームがスルスル塗れるから、なんとなくこうスパにいるような感じというか、フェイシャルマッサージを受けてるような感じですかね。本当塗っててすごい今リラックスしてる。はい、あれやこれやを他のことしてて10分ぐらい経ったんですけど、鼻とかにかなり大きい毛穴とかあるんですけど、全然毛穴落ちしてないし、ファンデを塗る前から効果が見える下地なので、これすごくいい感じです。で、正直僕でさえこの下地をお肌の調子がいい時とかはファンデ塗らないでこれだけでいいんじゃないかなと思うくらいトーンアップするし、毛穴もカバーされるし、それも SPF も入ってるのでこれ1本でいいかなって思いました。今日はちょっと順番を変えてですね、アイメイクを先にやりたいと思います。で、アイメイクに関してはエチュセから変えたものはこれだけになるんですよね。こちらのエチュセのアイテーションリキッドカラーの02番になります。こんな感じにチップタイプのこのラメのついたリキッドアイシャドウになるんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。めっちゃキラキラに光るんだけど、発色がちゃんとつくからこれはすごく使いやすいと思う。はい、ということでこれしかないので他のアイメイクは適当にやってこれを使うようにします。今日は久しぶりにテープ使ってメイクしようと思います。こうやってテープちょっと切って、手の内側にこうやってつけて剥がしてっていうのを、これね2回ぐらいやります。この粘着力がちょっと強すぎると嫌なので。で、この下のラッシュラインに合わせて、まつげの下にまつげが入っちゃわないように、こうやって、今こうやってカメラ見てる時に一瞬もうファンデーションしてるのかなと思っちゃったそれだけこの下地がすごいいい役割してくれてる。本当お肌がもともと綺麗な方とか調子がいい時とかはこれ1本でいいと思う。本当にまず MAC のソフトブラウンをこうやって
全体的にこう適当に塗ります。はい、ここでこうネイティブ性能を使いたいと思います。これはチップタイプになってこういう形になっているので、これをクリースに入れやすいかなと思います。でこれをもう直接、すごく濡れたような感じ。びっくりするぐらい描きやすいね。スル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 描ける。でランウェイな感じ、こう濡れたこうまぶたしてる人とかいるじゃないですか、ランウェイとかで。なんかそれもろにそれですね。この端っこはこうポン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 ってしてあげればアイシャドウと馴染んでくれると思うんで、ちょっとこれをちょっと繰り返してください。乾くまで本当モデルさんになったような感じ。目だけ、これめっちゃ使いやすかった。絶対また使う。だってこんなに綺麗なんだよ。マックにでさえね、ここまでねこう濡れ感が出るものってなかなかないので、エッチュセなかなかやりましたね。次にこれみたいにちっちゃいブレンディングブラシにとって、でこっから奥行き出していきます。いつもとねちょっと順番が違うと思うんだけど、明るい色をのせてからこういうのせてあげるとやりやすい時もある。はい、ここでテープ取ります。はい、こんな感じで綺麗なラインができましたね。最近よくアメリカのメーカーアーティストさんがやるのを見るんですけど、最近ねハイライトをね高い位置まで持ってくるのが最近のなんかスタイルらしくて、こうやって目頭にハイライトを入れるのが今まで通常だったんですけど、このハイライトをこうやってもっと上に持ってくる。下にねエチセのこうクリームベースがあるのですごく簡単にひっつきます。こうすることによってここが位置が高くなるっていうか、こう目が上がって見える。ここまでアイシャドウ、粉のアイシャドウをこうやってぴったりくっつけてくれるものってなかなかないので、こうクリームタイプのもので、なのでこれかなり優秀だと思います。次にアイライナーします。アイライナーもね確か売ってたんですけど、アメリカには発送できませんって書かれちゃってたので、ちょっとアイライナーはゲットできませんでした。それではファンデーション使っていきましょう。こちらのオイルブロックファンデーション、これ出たのかなり前かなと思うんですけど、これまずパケがすごく可愛いなと思います。この丸っこくて、これもちょっとマットな感じのフィニッシュなんですけど、でこう手に持った感じがすごくいいなと思って、いつも皆さん僕のジュエリーにコメントしてくれるので、これはイスラエルのアーティストさんが作ったリングなんですけど、ドーナツと紅茶が乗ってるあの指輪でめちゃくちゃ可愛いなと思って、でいつも気づいてくれてありがとうございます。このファンデは結構何年か前にファンの方に送っていただいて、当時はねまだ全然エチュセってアメリカから買えなかったブランドなので、わざわざね日本から送っていただきました。僕が好きな水っぽいファンデーションですね。でファンデーションの使う量がわからないっていうこの前のマックの動画でいただいたんですけど、まんべんなく表面にくっつくようにするんですけど、大事なポイントがここなんですね。まずこう手の後ろでこうほとんど落としながら、こうあと筆のこの毛先だけじゃなくて中にもこう入るようにこうやって押し込みながらこうトン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 ってやってます。これをねずっと何回か繰り返して、で手の裏でここがファンデーションが乾いてきたなと思ったぐらいがちょうどよくここに程よくついてるので、こういっぺんにつかないようになります。これの方がよっぽどファンデーション特に筆でつけるのが使いやすくなると思います。下地だけでファンでいらないんじゃないと思ったくらいなので、ファンでも潤い感マックスになります。肌がとにかくツルツルに見える。これからの僕の GoTo 下地かもしれないですね。これは大好きとまでは言わないけど、でも一応好きのカテゴリーには入るファンデーションで、これのいいところは薄くて伸びやすいことなので、全然顔が重くないってことです。ファンデーションを塗ってますっていう、こう仮面のような感じがしないっていうのが大きなポイントで、で、ちょっとだけ個人的に減点したいポイントは、薄付きなのでところどころがムラっぽくなっちゃうので、ところどころ赤みがこうまだ透き通って見えるのがちょっと残念かなと思います。ファンデーション塗るときは全部均一になるのが好きなので、あの乾力が低くてもやっぱり均一になるのが重要なポイントなので、それが綺麗に完璧じゃないとちょっとだけ減点ポイントで、これオイルブロックのタイプはこれ今日はしっかりこれを先に乗せたのでツヤっぽくなってるんですけど、以前までは
こうツヤのある下地を使ってなかったので、その時はね結構マットになって、こう乾燥してるところとかにこうひっついたりとかしたので、そこがちょっと気になるとこでした。はい、ベースは今のところいい感じです。でこちらの次は新しいコンシーラーですね。こちらもフェイスデーションコンシーラーで、僕は2番を買いました。このパケ今持ったんですけど、こうモダンアートっぽいですよね。こうモノトーンでこうシンパルミニマリスティックな感じだけど、こうちょっと趣味がいい感じが、ちょっとモマとかに売ってそうな感じと思った。はい、コンシーラーこんな感じで、だいぶ水っぽいですね。この中がちょっともうすでに使ってもないのに汚れている感があると、かなりこう伸びがいいのかなって。冷たい。はい、2番を買ったせいか、かなりこうサーモントーンが強いコンシーラーですね。で先にアイメイクしていいところはですね、こうやってコンシーラーつけるときにこのね端っこをね綺麗にできること。まあコンシーラーは普通ですかね。でもこれをなんていうのかな、そんなにコンシーラーいらない、ファンデーションが嫌いでコンシーラーだけで済ませたいという方にはいいかなというふうに思います。カバー力自身はそこまでないんですけど、ファンデーションがちょっとムラになったところにこれをつけてあげることによって、そのムラがなくなったので、すごく軽いつけ心地で全体的がこう均一になるって感じです。今なんとなく鏡見てて思ったことなんですけど、こう顔を全体的に見た時に顔がすごく綺麗に見える。こう清潔って前が不潔だっただけじゃないので、なんて言ったらいいんだろう、素肌感ですかね。素肌感がいいと思う。あ、なんかね優しい感じなんですよ。あ、それではこうメイクで優しいってこう分かりにくいかもしれないんですけど、こう顔が優しく見えるっていう、お肌が優しく見える、うん、それだ。それでパウダー、あ、違う、今ちょっとこれパウダー使っちゃうとこだったんですけど、もう一個クリームがありました。パウダーをする前にね、こちらのものを使いたいと思います。これはフェイスエディションカラースティック、これは03番になってます。で取ってあげると、こう口紅みたいな感じなんですけど、一応顔用で、日本の濃いコスメは全然安心して使える、発色が一気につきすぎるっていう心配がない時点でいいなと感じで、うん、これもまたみずみずしい感じ、すごい可愛い。これ春とかにすごく可愛いですね。おひな祭りって感じ。うん、ほんと桜餅って感じだよ、みんな。これからさ、春の季節、これすっごく可愛いと思う。桜の下でこれつけてたら絶対超可愛いじゃん。うん、可愛い。色が超大好き、これ。なんか美味しそうな色。次に、こちらのコンパクトを使いたいと思います、ね、クリームは全部終わったので、こちらも新しいやつだったんだ。こちらも、フェイスデーションパウダーで、名前はフェイスパウダー、まあ、そのままですね。こうちょっと入れ卵みたいな感じ、可愛いなと思う。で中身はこんな感じです。普通のトランスルーセントのパウダーです。付属のパフ使います。それでね、このあ、超いい匂いがする。あ、なんて説明したらいいんだろう。なんかずっと嗅いでたい匂いです。露天風呂じゃなくて、こうホテルとかにあるようなお風呂の匂いですかね。になんかこうバラを並べてあるような感じ、はあ、顔これポンポンやっててすごくいい匂いがきますね。でこのお肌のここのツヤがね、せっかくちょうどすごく綺麗なので、これを邪魔しないように、これの周りにこうやってパウダーつけたいと思いますね。このツヤをちょっと避けて、せっかくすごく綺麗なので。僕コスメにこう香り物って苦手なんですけど、こういう香りだとすっごく、はあ、いい匂いだな。なんかこう落ち着きますね。メイクしながらちょっとだけこう、なんていうのかな、こうメイクしながらキャンドル焚く方とかいるじゃないですか。僕ねちょっとキャンドル、ちょっと猫とかいるんでちょっと危ないんでキャンドルとか焚かないんですけど、なんかこうちょっとたまにね、こういい匂いするものがあるとメイクしながらこうリラックスできるというか、わかります皆さん。またこんな感じなんですけど、本当になんか気分が良くなってきましたね。こうやっぱり素肌感があって、ここまで仕上がりが綺麗になってくれると、こうなんていうのかな、自分に自信がつく感じですかね。メイクっていろんな表現の仕方があると思うんですけど、こうエチュセってこう自分のことがもっと好きになるような感じがいいですね。はい、肌がやっぱりこうもう本当ただ一言で言うと綺麗に見えるっていうのが素晴らしいなと思います。ただ今インスタに
一世の動画撮ってますって載せたんですけど、ある方がすぐにメッセージいただいて、はい、ちょっと名前は言わないんですけど、一世大好きなのでなんだか嬉しいです。リキさんが一世って珍しいような、そうですね、ちょっと珍しいですよね。確かに一世長いこと使ってなくて、動画になったら嬉しいですってことなので、はい、動画になってまーす。で、最後にリップなんですけど、リップはね、2つあるんですけど、リップライナーがちょっとないので、薄いのをちょっとだけつけます。リップはこちらの、ですね、ちょっと文字がかなり読みにくい。こんな感じのやつで、リップエディション、リップティントですね。で、これは004番。ちょっとごめんなさい、ギクシャクしてて。これ本当に読めなくて。で、こっちが、リップグロスですね。こちらは07番。あ、ティントでも、こう、口紅みたいな感じになってて、色すごくいい。ちょっとだけスルスルしすぎかなという感じはしますかね。ベタベタは全然しないです。ベタベタ感はゼロなんですけど、すごく保湿感があるので、唇を待ってやった時にこう滑る感じですかね。こうこんな感じ、悪い意味じゃないんですけど、でもちょっとなんか塗ってる感があるかなっていうのを感じる。色可愛い。でもなんかすごく、これもまた茶系の色なんだけど、ナチュラル感じの色なので可愛いと思います。これを外してこれつけます。で、これはグロスの07番はこんな感じです。感じとしてはこのティントとこれの違いがそんなに感じられない。唇につけた感覚もすごく似てるし、色的にはこっちの方が好みなんだけど、でも全く違う色だからね。それはね、もう完全に個人の好みの問題なんだけど、触った感じ、塗った感じ、香りがあんまり感じないので、まあこれも、まあ、好みになるのかなっていう感じですかね。どちらかに好きな色があったり、まあ、スティックの方が好きとか、まあ、こっちのチューブタイプの方が好きっていう方がいれば、まあ、好みで選んでいただければいいのかなっていう感じがします。個人的にはちょっと最初の色の方が好きなので、ちょっと戻しますね。はい、これで今日レビューした方、一世のコスメ、これで全部になります。自分の素顔がもっと素敵になるような感じの、使ってて気持ちいいコスメラインだなっていう風に心から思いました。メイクの一つの楽しさって、もう完全に違う誰かになること。いわゆる仮面なんですけど、僕はその仮面をかぶることによって違う自分になるのも、それもメイクのすごく楽しい工程の一つだなと思うんですけど、まあ、もう一つが、今までずっとニキビとかニキビ跡とかに悩まされてきたので、それをなんとなくこう分からない程度にこう綺麗に隠してくれて、こう自分に自信がみなぎるような感じ、そういう魔法もメイクってあると思うんですよね。で、まさにエキュセはそのカテゴリーにめちゃくちゃ強いんじゃないかなというふうに思います。で、おすすめはって聞かれても、正直全部おすすめだと思いました。自分的にすごく気に入ったのがこの下地ですかね。で、次にこのアイシャドウ、このリキッドアイシャドウはすごく使いやすいし、発色が良かったので、これそれも使いやすかったポイントです。それでこの色、このチークの色がすごく良かったですね。はい、今回このエチセをね、これだけ集めるのすごく大変だったんですけど、あとこれ、このパウダーすごくいい。匂いがすごくいいです。メイクしながらちょっとリラックスしたいっていう方は、アロマ効果が欲しい方はおすすめ。はい、で、ちょっとこれだけね、これだけのエチセを今回集めるのを、アメリカに送っていただくのすごく大変だったんですけど、それだけの苦労して良かったなっていうふうに思いました。はい、それでは最後に、チャンネル登録と、Twitter と TikTok の、フォローをお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。